ボンミサキ半島、アラビア半島、イズ半島、サツマ半島、平急歩半島半島とは、三方位が水に接している陸地のこと。半島とは、低生造や草乱遺伝にある言葉で、その語源はオランダ語のハルフエーラント、またはラテン語のパエニンスラとされている。半島は、陸地の一部が、海などの水域に突き出た形になった部分である。非常に小さいものは、ミサキと呼ばれる。 大陸と島など他の地理的概念と同様に具体的かつ普遍的な定義はない。歴史を通じて海上交通での知見より海から見て島のように見える陸地を観光として半島と呼ばれているものである。そのためヨーロッパやインドのように非常に大きな半島はアタジク大陸と呼ばれる。現在はアラビア半島が最大の半島とみなされている。また、 半島の一部がさらに突き出た形になっている場合、それを別の半島とみなすこともある。半島の成り立ちは様々である。面積10万平方キロメートル以上の半島を、大きい順に次に記す。アラビア半島、インド半島部分を指す、ラブラドル半島、スカンジナビア半島、イベリア半島、インドシナ半島、アナトリア半島、バルカン半島、カムチャツカ半島、マレー半島、朝鮮半島ヨーク岬 半島イタリア半島バハカリフォルニア半島フロリダ半島ブーシア半島ソマリア半島ありがとうございます